武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は龍谷大学の政治経済の勉強について話していきたいと思います。政治経済ですが、時間60分で大問が3題出題されております。で、問題の構成としては、まあ、マーク問題、ですね、すべてで用語を答えるような問題と、まあ、あの正誤問題、などが中心となっています。で、問題の難易度としては、まあ、あのセンターなどやってれば、まあ、そのレベルに近いかなという形なんですけれども、本当に基礎の知識だけ入れただけだとかなりちょっときついかなという形なので、できればセンター向けの問題集なりセンター対策の、まあ、過去問だったりですね、実践問題集なりやった上で、こちら臨むようにした方がいいかと思います。それなしだと、まあ、資料集だったりその教科書だったり、まあ、講義系の参考書だったりの読み込みちゃんとやって、知識入れるようにしておかないと、まあ、用語を覚えただけで点取れるような問題ではないというふうに思っておいた方がいいでしょう。で、まあ、正誤の問題に関しては特にその細かい知識結構取ってくる問題も多いので、まあ、あのこれに関してはその消去法で他のものが違ってるからって言って切れたりっていうのもあったりはしますが、ただどうしてもその、まあ、なんていうか用語を覚えるだけになってしまうと、そこまで意識して覚えてなかったりする側面がかなり多いとは思うので、できる限り、こういった問題に慣れておいて、まあ、それを前提として知識を入れ直すっていう作業をですね、徹底的にやり込むようにしておきましょう。以上が政治経済の勉強となります。